おはようございます。ちょっと今日は怪我で試合に帯同できないんで、みんなの広島ユグドゥの応援をしに行くんで、一旦実家に帰ってきました。で、今親父にカメラ撮ってもらってるっていうめちゃくちゃおもろい状況を YouTuber になったなぁと実感してるけど、すっごい後ろで寝癖ボサボサで撮ってるけど。あ、とりあえず今日は神戸戦があるんで、僕は観戦を、上山でせっかく来たんで、試合を見に行ってきます。何対何ぼやろ、予想とかすんのも自分が試合とかやったら絶対できひんけど、ちょっと楽しみやな。何ぼやろな、 4-2 とかで勝ってくれることを期待しよう。ニア1点な、ノブくんも1点決めそうやな。ニアとノブくん1点ずつかな。まあてな感じでやっていきたいと思います。じゃあねー。はい、明けましておめでとうございます。今アウェー神戸戦に向けて、移動してる最中です。はい、はい、あ、映しちゃダメな人でしたっけ本来だと東広島組と広島組で分かれて乗るんですけども、東広島組がたくさんいたので僕は広島組のバスに乗ってます。キャプテン武さん、今日はね、ゆうたが怪我で出場できないのでキャプテンマークを巻きますが、どうですか。まあ、話で巻きますんで、応援よろしくお願いします。まあ、天然な竹さんですからね。めちゃめちゃ笑かしてもらってます。同い年のニーゴ選手です。こんにちは。どうすか、今日の調子は。万全です。万全。絶好調。得点頼みます。はい。優しい優しい兄貴ですよ。こんにちは。兄貴。秋人兄さんです。今日も勝ちます。はい。はい、かんちゃん、おはようございます。今日はスタメンですよ。いっぱい止めます頼みます。さあ、怪我から復帰のテアちゃん、楽しみでございます。膝ぐるぐる巻きですけど、ぐんぐん回して怪我しないそうやね。はい、頑張ります。頑張りましょう。はい、ということでもう少しで会場に着くので、また会場でさよなら。これが俺たちの表現さえ、自分次第で全て変えられる未来、俺たちがこの場で証明してみたい。お疲れ様です。試合結果ですが5対3で見事勝ちました。マシザルのメンツも南岸くん1ゴールゴー、俺も1ゴール決めてんよ。3チャンスぐらい守備頑張りました。いや、間違いないです。ノブくんに救われたシーンめちゃくちゃありました。1ゴール決めました。いや、うまかったっすね。あの一体落ち着いてたんですね。ということで無事勝ちました。はい、勝利。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。無事1ゴール1失点、うわやったと思って、まあ、僕スタンドで見てたんで、入場します、審判相手選手と握手します、戻る時にあ、いたすぐ見つけた。俺地元の友達たと4人で見てたから、ただの溶け込んでたよ。ただの観客の人、全然わからんかったと思う、普通に見てたら。まあそれはもう声もかけていただいたし、はい、その囲まれて、あの地元の友達にお前気取んなって言われたお前有名人ぶんなよって、やっぱ地元の友達やなって感じした。なんかありがたいことにね、サインも書かせてもらってね。まあ、前半 3-0 で折り返したらさ、やっぱり見てるさ、やってたらさ集中しようと思うけどさ、うん、あの見てたら勝ったわと思いながらさ、見てたらさ、なんか気づけばめっちゃ追いつかれてるやん。5-3、最終5-3、めちゃくちゃドキドキしたよ。あんま見てさ、自分のチームをさ、うん、なんかしかもキャプテンやん、うん、という立場でさ、なんか応援することってなかったからさ、はぁ、あ、はぁ、あ、っていう、あの気持ちが分かった。ファンのみんなって毎回こんなにハラハラ感で見てくれてんねやって。チャンスもあったしね。いや、まあ点は5点も取った方であるんですけど、もっと取れるチャンスがあったんでね。あの1対1うまかったな、舐めてポンのやつ。いや、もうそれは練習してるので、
すごい落ち着いてました。まあでも俺やったら止めてるけどな。あ、そうっていうキーパーおるよな。ほら、いや俺やったら、まあ、止めてるけどな、みたいな。やってないやろ、絶対言うやん。やったら決められてる可能性ある。まあまあまあ、こんな感じで、はい、今からまあ次の試合に向けて練習をね、やるんで、まあ俺はリハビリ、まあ、これ三角筋です。一回も洗っていい三角筋。臭ない。プレーではもう貢献できんから、作りで貢献するわ。まあそうやな、三角筋つけてな。三角筋。いやもうでも今月で外れるって言う場であれやけど。三角筋。なんか似合ってるよね。なんか素敵。おしゃれ。おしゃれなことあるかよ、お前。どんだけ苦しい思てんねん、この生活。こんなして、こうやってずっとこうしてんねん。ひじきはまあ明確にはまだ分かってないけど、え、関節心損傷の手術詳しい人やったら分かるかな。2ヶ月、まあ6ヶ月とは言われてるけど、それが今目標は4月の中旬ぐらいを目標にで、個人的にはもう全日本3月の中旬を目指してるから、うん、3月の中旬に帰ってきた俺ドローク待ってるんで、2014年のワールドカップで急に帰ってきたコートジボワールのドローク奪ってるんですよ。あいつ骨折かなんか、じゃあ内側靭帯かなんかの怪我、2ヶ月かかるやつ2週間で治したよ、確か。酸素カプセルかなんか入ってます。じゃあもう買おう、俺たちも酸素カプセル。もうずっと入ってもらってる、食事中。手術やから別やねん。骨のくっつき具合やからもう。わからへんけど。まあまあ、てな感じで。はい、まあ来週じゃあ次の次節に向けて頑張っていって、まあそこの様子もね、多分ミヤが編集で作ってるから、から随時はい更新していくので、お楽しみに。お楽しみに。じゃあまたバイバーイ。